試合前とかは結構緊張して、まあ、自分のプレーができるか不安だったんですけど、試合始まってみたら、まあ、みんなも助けてもらったんで、まあ、なんとか90分走り切ることができて、まあ、あとチームも勝利できたんで、そこは良かったです。まあ、できたとこもあったんですけど、まあ、やっぱ単純なミスとかが多くて、まあ、そこが本当悔しくて、そういうミスをやっぱ減らしていかないと、まあ、もっと上のレベルの選手になれないと思うので、そういうところをもっと突き詰めていきたいですね。やっぱいつも見てたスタジアムで、実際にピッチの中でサッカーできて、最高に楽しかったので、まあ、これからもどんどん試合に出れるように頑張っていきたいなと。びっくりはしたんですけど、まあ、常に準備はしてたんで、まあ、そんなに不安は特にはなかったです。まあ、今年に本当力かけて頑張りたいと思ってるんで、まあ、どんどん1年通して試合に絡めるように、まあ、次ももし出番あれば、まあ、自分のプレーを必死に表現して、まあ、チームも勝利できたらなと思います。